2月、埼玉県草加市の遊歩道で、ロシア人女性アナスタシーヤ・コルパチョワさんが首を包丁で刺され、殺害された事件で、殺人の罪に問われたパキスタン国籍で元交際相手のモハマド・アラム被告に対し、埼玉地方裁判所は懲役12年の判決を言い渡しました。今日の判決で埼玉地裁は、被害者の気持ちが離れていく事態を受け入れようとせず、一方的に浮気を疑った上、裏切られたとの気持ちを募らせ、劇場の赴くまま凶行に及んだなどとして、アラム被告に求刑通り懲役12年を言い渡しました。